敵対する相手が上の場合、質的さを数量で埋めよ。綱手様の命によりあなたを捕縛し。友達が急に機嫌が悪くなったら。実は僕も。だよな、だよな。もっと簡単に人の考えじゃねえ。ケンケンが、学語、学語、が。もっともっと読まないと。説明しろ、団蔵。なぜわざわざ危険を犯してまで、隣国の忍びと会う人。こいつ、団蔵様が雨隠れに送り込んだクソだ。雨隠れで何を探っていたかはわからんが。その程度の情報すら集まっていないとはな。から語る気はないか。やりようはいろいろあるさ。お呼びですか、五代目。綱手、何を焦っておる。よしよし、達治はお前だけの草ではない。雨が降れは噛んでおらん。空を手に入れようとしておったそうだ。少年には何らかの力があると見てます。そのような遺体の知れない危険物。しかしこのまま火の寺に戻すわけにもいくまい。アスマのおっさんよ。ことは話せ。この野郎、話せってんだ。てめえらも火の寺の奴らと同じじゃねえか。それちょっとでも心を許しちまった。父さんを殺したのはあんたか。俺だよ。てめえ、なぜ空を襲う。空、待て。ナルト。よし、では覇者の陣で拘束する。玉が二つあるからいけねえんだ。必ずや混乱と疑心を招き、カズマが正そうとしていた二つの玉、こっちの玉を選んだ。火の国のために、それがカズマの義だ。共に行こう空、カズマの義を成し遂げるのだ。ほんと、あんたの回復力ときたらもう里にはいないのかも。それじゃ今日はゆっくり休んでなさい。ああ、綱手のばあちゃん。